今日ですね、株式会社エッセンス代表の、村上宗次さん、僕が大尊敬する、村上さんに、まあ、いろいろビジネスのこととか、まあ、ライフスタイルのこととか、まあ、うまくいく秘訣など、いろいろとインタビューしていこうと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、村上さんに、いろいろと聞いていこうと思うんですけども、あの現在の村上さんの、まあ、1日っていうかこう毎日どんな感じなのかなっていうことをお聞きしたいんですけども、どういうふうに過ごしてるかっていうことですね。そうですね、朝起きてからなんかそういう、ですね、ちょかなり最近不定期になってきてるところはあるんですけど、はい、あのちょっと海外に行くことが最近多くてですね、はい、あの月に1回は海外に行ってるんで、そうするとかなりこう時差でボケたりとか、はい、あのトレーニングの機器とかが海外にはなかったので売れるんですけど、まあ、家にいる時の話をするとですね、はい、基本的に僕 の、 あの仕事のスタイルっていうのは、はい、まあ、1年のうち3ヶ月ぐらいこうガーッと仕事して、はい、まあ、残り、まあ、あの7ヶ月8ヶ月9ヶ月はこう結構のんびりしてるっていう状況なんですね。ああ、なるほどですね。はい、まあ、まず1年間を通してのスタイルは、まあ本当に年間3ヶ月くらいバーンと大きい億単位のプロモーションやって、はい、あとはまあこうのんびり過ごしているような状態です。ああ、なるほどですね。はい、ありがとうございます。1日の流れっていうのは、はい、まあ、本当にちゃんとしてるときは朝まあ大体6時に起きて、はい、でこう朝毎朝水を飲んでるんですけど、はい、水の中にこうレモン入れるんですね。レモン水っていうのを飲んで、はい、レモン水飲むとあの腎臓とか肝臓がすごい綺麗になるんですね。あ、はい、でそれをまあ、お気に入りの浄水器でこう作った水でレモン水を飲ん で、はい、でその後にこう腸内を洗浄するサプリメントとかハーブを飲ん で、はい、でその後こうトレーニングをします、はい、でその後あの X シェイクって言われる、まあ、僕たちの先生が編み出したその、まあ、野菜ジュースとこうちょっとハーブとか混ぜたものがあるんですけど、はい、それをこうグビグビって飲ん で、あとはもう午前中に仕事を終わらせて、まあ、午後は結構のんびりするっていうような、そういうようなライフスタイルですね。ああ、なるほどですね。ありがとうございます。じゃあ次にですね、村上さんがされているその、まあ、目標設定の仕方っていう、まあ、よく聞かれる質問かもしれないんですけども、何かその今までやってきて良かった目標設定とか、もしくはまた逆にこういう目標設定は悪かったとか、もしくは目標設定されてないかもしれないんですけども、何かそういうのあれば教えていただければと思います。なるほど。まあ、本当にこれ結構人にはこう目標設定しろとか、はい、あの偉そうに言ってるんですけど、はい、実は目標設定ってあんまりしたことがないんです。あ、そうなんですね。はい、めんどくさいんですよね、こういろいろ紙に書いたりとか、はい、めんどくさいんであんまり実は目標設定って僕したことがないんですね。ああ、なるほどですね。ただまあ、ブレインダンプって言われる、はい、要は脳の中のこうすっからかんにして自分の中の本当の目標を探し出すっていうのがあるんですけど、はい、それは何ヶ月かに1回、4ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とかは必ずやるようにしていて、はい、それで、まあ、自分の中にどういう欲望があるのかなっていうのをこうバーって書き出したりするんですね。あ、はいはい、でその中で一番注意していることは、はい、その中でその一番こう欲望が大きいものっていうんですかね、はい、だけに集中するようにしてます。あ、例えば、まあ、いっぱい出るんですよね、欲望って言ったら、はい、なんか新作のゲームが欲しいとかなんか何々のハーブが欲しいとか、はい、いろいろこう出てくるんですけど、その中でもあこれが一番、まあ、優先順位が高いなっていうか一番欲望度が高いなっていうものだけに集中するようにしてます。あ、なるほどですね。そうすると2位3位4位5位の小さいその目標っていうんですか、はい、っていうのが自然に叶っちゃうもんなんですよね。はい、でまあ、例えば僕がもう貧乏で借金まみれだった時代に設定した目標っていうのは、はい、メンターのミスター X に会いたい、まあ、ミスター X っていうメンターがいるんですけど、はい、に会いたいっていうのが一番優先順位が高かったんですね。はい、でそれを叶えるためにどうすればいいのかなって考えたら、はい、事前にビジネスでメンターに教わったことを結果を出すしかない、で結果出したことをメンターに報告する、はい、でメンターがセミナーをやったらそれに参加する、はいはい、っていう風になって、結局そのメンターに会いたいという目標を達成するためにはビジネスで成功するしかなくて、お金も入ってきちゃって、はい、なんかいろんなその結果報告してメンターに好かれてっていう風にして全部がかかっちゃうんですよね。ああ、なるほどですね。はい、みんなちっちゃいなんかなんていうんですかね、下の方の順位が優先順位が低いものをこう一個ずつ片付けていこうとするんですけど、はい、なるべくでかいものから順番に片付けていった方が、はい、最終的に早く結構目標は達成できるのかなと思います、ね。ああ、なるほどですね。村上さんがその毎朝とかなんかこう
目標を紙に書かれているとかそういうことはされてるんですか現在は。毎朝はしてないです、まあ、してる時もあったんで今のそのやっぱ成功してある程度成功した時点での話なんで、はい、まあ、本当に貧乏だった頃とかにどうしてたかっていうと、はい、まあ、毎朝はさすがにやってないですけど、はい、あの月に1回は、はい、そういうブレインダンプっていうか目標設定をして、はい、それを紙に書いてパソコンの前っていうか、はい、机の前に貼ってましたね。ああなるほどですね。エンターに必ず会うとか書いたりとか、はい、プロモーションで多くの売り上げを超えるとか。あ それっていうのは結構あれなんですかね、たくさんこう書かれている感じなんですけど、それとももう完全にさっき村上さんがその大きな欲のものだけを絞るってことをおっしゃってたと思うんですけども、はい、もう何個かに絞られている感じなんですか、それとも大量に100個とかある感じなんですかね。いや目標は1個だけです、ね、あ1個だけですか。目標は1個だけ。その代わりその、ね、当時は、はい、マインドセットっていうんですかね、はい、自分がこう身につけたい思考法とかは結構ベタベタこう紙に貼って出ましたね。ああそういう大事なマインドセットっていうものは紙に書いたりして見える場所にベタベタ貼ってます。だけどちょっと今考えたら、はい、あんまりたくさん貼りすぎるとこうなんか集中できないんですよね。マルチタスクになっちゃうっていうか、普段からこういろんなことをこう考える癖がつくっていうか、はい、あっちこっちに話が飛ぶんですよね自分の話が、はい、あでそれを紙を一枚にしてからだんだんこう一つのことに対して集中できたりとか、はい、まあ、一人の人に対して一人の目の前の話してる人に対して集中できたりとか、はい、そういうことができるようになったんで、ちょっとこればっかりはあの、ね、自分の脳の中を覗いたわけじゃないんで分かんないですけど、はい、今考えると貼る紙は一つの方がいいのかなとか思いますね。ああ、なるほどですね。ありがとうございます、はい、あとちょっとそこからちょっと派生するんですけども、村上さんがこうやっぱ朝起きてすぐってこう結構冴えてる感じなんですかね、それともやっぱり冴えないから朝ちゃんとトレーニングしてからこう脳が活性化するというかこう飛躍する感じなんですかね。朝起きて、はい、そうですね、結構人といるときはすごい行動が早いんですよね。ああなるほどですね。だからこう朝起きてすぐスカイプ入れるとか、はい、朝起きてこう誰かと話あのチームメンバーと話すとかっていうのはすると脳がバーって一気に動き出すんで、はい、あの、まあ、簡単に言うとその人に嫌われたくない欲望っていうのはすごい強いから昔から、はい、なんかだらしない姿を見せられないんですよ、ね。はい、超無理やりこうエンジンをかける感じで人とこう話すと気合が入るっていうのがあったんで、はい、あれですよ、まあ、もちろん仕事の人じゃないとダラダラして話になるんで仕事の人だけとしか話さないですけど、はい、まあ、パートナーとかメンターとかチームメンバーとこう話してエンジンをかけるっていうのはあります、はい、あそれもじゃ あの村上さんが自分でこう自分のことをしっかり把握されてそういう、まあ、仕組みっていうかシステムを取られたと思うんですけども、うんうん、その村上さんがそういう自分の、まあ、村上さんのいつもビデオとか、見させてもらっていて思うのがすごく村上さんは自分のことをよく知ってらっしゃるなってことを思うんですけども、どういうふうにして自分をこう知られてるんですかねっていうか自分を知るのですよね、多分なんですけど、はい、多分ですけど僕の周りってこう意見を言ってくれる人が多いんですよね。あーなるほどですね。意外とこうなんかみんなずっとですけどシャーシャーとあの人の悪口を言うんですよ。お前はこういうところが悪いとか言ってであそうかっていう風にして結構こうあの一見見るとこうなんか話しかけづらそうな感じイメージって僕ってあると思うんですけど、周りにいる人間は結構ずけずけ言ってくれるんですよね。あーなるほどですね、うん、なんか鼻毛が伸びてるぞとかそう結構注意してもらえるんで自己分析してるっていうよりは注意されてその時恥ずかしくて気がついていくっていうことが多いですね。ああじゃあその言われたことっていうのを自分なりにこう行動に移されてるって感じですよね。そうですね、それはもう早いですね。注意されて恥ずかしい思いしたらもう猛ダッシュで鼻毛カットですじゃあ逆に言うとそのなんか自分のこう弱みっていうかそういうので悩んでる人っていうのはそれをうまく自分で気づいて村上様がその言ってるように仕組み化するってことがやっぱり大事になってくるんですかね。そうですね、 まず一つあれはみんなその弱みを受け入れられないですよね。あ、まあ、何でもいいんですけどこうなんかお前は結構見えっ張りだなとかとこう言われたら、はい、いや見えっ張りじゃないぞとこう反応したりするんですけど、あそれを素直にこう受け止めてあれどこ見えっ張りだったかなとかって思って分析したりとかすることはありますよね。あ、はいはいはい、うん、だから まずそれ弱みっていうのをこう認めるっていうか、まあ、あくまでその第三者の意見であって真実かどうかっていうのはまた別なんですけど、はい、でまあそういうことを言ってる人がいるっていうことは何かしらどっかにそういう、ね、原因があるとは思うんで。そうですよね、はい、それをまあ一回ちょっと受け入れてみようって決めることだと思うんですよね。はい、わかりました、ありがとうございます、じゃあ次にですね質問していこうと思うんですけども、まあ、村上さんがその
最高にこううまくいってた時、まあいわゆるフロー状態というか、すごくこう何人やってもこうなんか加速的に飛躍的にうまくいってる時期があったかと思うんですけども、うんうん、そういう時に何をされていましたか。覚えてる範囲で結構なんですけども。フロー状態ですよね、はい、何やってうまくいった時っていうのは、まず一つ目にあの面白いのは、はい、うまくいってる時のことって、はい、大体その何ですかね、それをやるかやらないかっていう決断に迫られた時に、はい、やりたくないと思うんですよ。あ、なるほどですね。やりたいとか美味しいぞとかチャンスだぞと思う時は、はい、大体失敗してるんですよ、はい、それもう小学生の頃からずっとそうで、はい、これ超めんどくせえな、こんなことできんのかなって思って、はい、ことが大体すごい成功するしてることを分かってるんで、はい、まずその自分の決断基準判断基準っていうのをよく分かってるんですね。あ、なるほどですね。だからぐわっとよしやったチャンスだ美味しいぞ、ちょっと待てよこれいつも失敗してるケースだな、これは断ろう、はい、逆にうわちょめんどくせえな俺やりたくねえなと思ったら、あれこれでもいつもうまくいってるパターンだからよしちょっとやってみようかっていうふうにして、まず判断基準をこう決めてるんですよ、はい、それでだからうまくいってる時、うまくいく時うまくいかない時のこのパターン、自分の感情パターンを分かってるんで、はい、それをちょっとまずみんな知っとくとすごくあの迷わなくなるっていうか、あ、ね、まあ、それ以外そのシチュエーションとか状況とか環境とかで言うと、はい、うまくいってる時っていうのは 100%あのまあ、無理難題を押し付けるメンターがいますね、はい、おそれ無理だよって、そんな期間でコピー書けないよとか、はい、こんな期間で動画撮れるわけないよとか、あ、もっとそのチームのこと考えてくれよとかっていう、まあ、それぐらい本当強引なところにこう連れて行ってくれる先生師匠メンターっていうのが絶対にいます、うまくいった時は。ああ、なるほどですね、ありがとうございます。その何かそううまくいってる時っていうのは、その具体的にそういう状態に持ってくることっていうのはあるんですかね。村上さんが何かこう意識して集中力を高めるとかそういう感じです。そうですね、集中力、まあ、さっき言ったその精神的な面で環境的な面で言えばメンターがいるっていうことなんですけど、はい、あの肉体的な面でこうフロー状態に入る時っていうのは、はい、一つ目にあのヘッドホンをしてる時ですね、はい、あのヘッドホンしてるって言うともう無音ですよ。耳にスピーカー当て、あの、まあ、イヤホンでもいいんですけど、イヤホン当てて、はい、まあ、耳栓ですよね。あ、はいはいはい、耳栓を、だ僕結構このあのスカイプとかしてる時は今これ耳にイヤホンつけてるんですけど、はい、あのスカイプとかしてない時でもこれつけてる癖があるんですね。あ、そうすると周りの音が入ってこないんで、すごい集中力が高まっていいコピーがかけたりとかするっていうのはありますよね。あ、はいはいはい、あとはあのやっぱりそのハーブっていうのが薬草ですよね、はい、ハーブっていうのは僕はすごくお気に入りで、テンションを上げたりとかモチベーションを上げたりとか集中力を高めるハーブっていうのがあって、はい、それをその飲む鎮気剤って言ってドリンク状に、まあ、要はあのハーブドライハーブっていうかその乾燥させたハーブをウォッカにつけて抽出するんですね、はい、2週間かけて抽出してそのエキスをこう自分で飲むんですけどスポイトにして、はい、それをやっぱり飲むとこう肉体的にもこう脳がバーって血流が回り出すし、あ、やっぱりメンターから教えてもらったっていうそういう感情的な面でもこうバーってテンションが上がるし、はい、あ、やっぱり自分自身がそのハーブを信じてるから、はい、あの多分本当のパワー以上のパワーを思うんですよね精神的に、はい、そういうのはだからハーブを使ったりイヤホンつけたりとかっていうのは自分のこのフロー状態に入るとバーッとこう目の前のことに集中する状態になりますね。なるほどですね、ありがとうございます。村上さんはじゃあそういう風にして自分のこう、まあ、さっきのちょっと質問と似てるかもしれないですけど自分のこうやっぱビジネスモードっていうかそう入るモードっていうのを意図的にやっぱり常に作り出してるって感じなんですね。まあ、そうですね、気づいたらそれをやるようにはしてますよね。あ、なるほどですね、うん、なんか一郎さんがその良かったなっていう時は あこれだったのかなってやってみてますね。あ、はい、ありがとうございます。じゃあその村上さんがその、まあ、ビジネスアイデア思いつくっていう発想はちょっと良くないと思うんですけどもそのまあ、アンケートとか取ったりしてビジネスアイデアを創出すると思うんですけどこれなんか今まででその当たったっていうかビジネスアイデアを、まあ、ちょっとあの質問が抽象的に申し訳ないんですけども時っていうのはどういう時だったんですかね。ビジネスアイデアが当たった時っていうのは、はい、そうですね、基本的にはまず一つ目に真似だっていうことですよね。あ、はい、もう全くゼロから作り出したものっていうのはないですよね。はい、例えば今最近だと便利屋さんとかやってるんですけど、はい、便利屋さんとかも、まあ、月収僕の収入レベルで1000万円とか超えてるんで毎月、はい、だからすごいうまくいってるモデルなんですよね。はい、
それはでも便利屋さんの話をしてくれた川西さんがいて、あ、いい、これいいなと思って、あとそれにネットビジネスのアイデアを付け加えて、要は足し算掛け算ですよね、はい、してやったりとかして、何かこう、うまくいってる人たちをそばに周りに置いて、はい、その人たちが教えてもらった情報に自分の経験をプラスしたものが全部当たってますね。あ、はい、逆にこう革新的なアイデアとか、これ誰もやらないぞっていうのをチャレンジした時は大体こけてますね。あ、じゃあ何か既存のものに加えて、あの、新しく生み出しているっていうのが村上さんの中のこう必勝パターンというか。もう必勝パターンですね。あ、村上さんそういう、確かメルマガを以前も書かれたと思うんですけども、村上さんがこうやっぱいろんな周りに今成功されている方をたくさんいると思うんですけど、見ていてもやっぱりそういう発想の方が多いんですかね。もう完全にそうですね。まあ、わかんないですけど、僕はその、例えばね、ホンダとか、はい、トヨタとか、ちょっとね、ああいうすごい車の会社の人とかって例えば超斬新なアイデア出したりとかしてると思うんですけど、はい、ちょっとそういう規模のビジネスをやってないんで、僕は分かんないですけど、僕の周りでこう、まあ、例えば一人でやってこう自由自在に海外飛び回って、はい、まあ、2人の収入を得てる人っていうのは、あ、組み合わせが上手だなと思いますね。あ、なるほどですね、わかりました。じゃ、最近ちょっと村上さんがこう考えている、まあこれはちょっとあの聞けるかわからないんですけども、なんかこういうのいいよっていうのを、最近のなんかおすすめとかってありますか？最近のおすすめっていうか、いや、何かこう、いや、これ村上さんがまだやっていない範囲で、はい、なんかこう思いついて、これはまだ誰もやってないんじゃないか、でそういうやっぱ欲というか市場があるっていうのは何かありますかね？難しいですね。多分いっぱいありすぎてわかんないんですけど、最近やっぱりそのまず僕らはビジネスをこう教えたりするんで、はい、絶対これから狙わなくちゃいけないそのターゲットっていうのが、はい、高齢者と主婦ですよね。はい、で子供産んだら大体主婦の方って会社引退するじゃないですか。そうですね。辞めるじゃないですか。はい、その人たちってすごい能力高い人多いんですよね。はい、なんでそういう人たちに向けて何かをビジネスを教えたりとか、はい、とはこの間セミナーやって驚いたのは、はい、平均年齢が50歳ぐらいだったんですよ。はあ、すごいですね。そう、今まで20から30ぐらいだったのが一気に50ぐらいまで跳ね上がってきてて、はい、それを見るとやっぱりその高齢者ができるビジネスモデル、はい、例えば、まあ、便利屋なんかはもう今当たってるんで本当に絶対やった方がいいなと思うんですけど、はい、まあ、便利屋だったりとか、はい、パソコンほとんど使わないでもできるビジネス、はい、っていうのはもうどん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 これから流行ってくるなと思いますね。ああ、なるほどですね。うん、なんか最近面白いなと思ったのは、はい、ミミズっているじゃないですか。はい、昆虫なのかな、あれは。あ、ミミズって無害らしいんですよね。あ、そうなんですね。うん、あの本当にあの生ゴミとかをこう分解してくれて、はい、しかもこう人に害を与えない、はい、っていうかなり素晴らしい生物なんですけど、はい、そのミミズの飼育を方法をこう飼育方法を売ってるっていうんですかね、はい、情報商材で売ってて、はい、でプラスそのミミズを販売したりとか、ミミズを育てるために必要なプラントっていうか、その何水槽だったりとか餌だったりとかっていうのをこう定期配送してる人が当たってるんですね。はい、でそれを買う人っていうのはそのミミズを業者に卸したりとか、はい、そのミミズを使って自分の畑を耕したりとか、はい、家庭菜園が今すごいブームなんで、はい、家庭菜園で自分用に使ったりとか、家庭菜園の会社に卸したりとかして、はい、その人たちもそのミミズのノウハウを知ってさらに儲けるっていうのがあるんですけど、はい、まあ、すごい面白いなと思いましたよね。あ、結構手軽にできるし、はい、うん、そういうのって村上さんはこう常にじゃリサーチされてるというか、もうそういう視点で常に毎日を生きられてるって感じなんですかね。うん、やっぱビジネスのアイデアを考えるっていうのが一番こう面白いんで、はい、だからやっぱり結構そのさっきのアイデアの話なんですけど、やっぱ人の愚痴からアイデアを思いつくことが多いんですよね。はい、あ、なるほどですね。でみんなこう愚痴って聞くのって嫌じゃないですか、人の愚痴うざいですよね。はい、うざいんですけど、そのうざいっていうのをこう通り越して、はい、不満が出てるっていうことは解決策がないっていうことだから、その解決策を生み出せばお金になるっていうふうに思ってるんで、はい、愚痴を聞くといつもなんか解決策ないかな、解決策ないかなって考えてるんですよね。あ、なるほどですね。そうすると、あとはまあその質のいい情報、要は成功してる人としかまあ付き合わないようにしてるんで、はい、質のいい情報がどんどん集まってるんで、はい、悩みを聞いた時にそれがこうさっき言った組み合わせで合体して、はい、まあ、新しいアイデアというか、今までちょっとなかったような形が変わったアイデアが生まれるっていうのがあるんで、はい、常に質のいい情報だけを取り続けて、はい、あとはこうそうすれば何を見てもビジネスアイデアにつながっていくっていう。
あ不便だなって感じたら、あ、これいけるんじゃないのとか、はい、人の愚痴を聞いたらこれで解決できるんじゃないのとか、はいはい、うん、そこのその2つだけを意識してるとすごくいいカレーが作ると思いますね。なるほどですね。じゃあビジネスがちょっとあの今までやったことない方がそのビジネスを始めて、こうビジネス、まあ、ビジネスアイデアっていう表現がいいかわからないんですけども、をこう考えるときに、まあ、こういうステップでやっていくといいよっていうのがあるのは何かありますか？村上さんはなんか前あの居酒屋で何かこう愚痴を聞かれていたっていうのを前なんかちらっと聞いたんですけども、あ、そうですね、何かそういうのでいいのありますかね？そうですね、居酒屋で愚痴を聞くっていうのは本当に僕お酒飲めないんで全く、はい、愚痴聞き係なんですけど、いつも、はい、あのまあこう一緒に行った人の愚痴を聞くこともあるし、はい、それだけだとなんかだんだん飽きてきちゃうんで、はい、全然知らない隣にいるカップルの愚痴を聞いてみたりとかいろんなところにこう聞き耳を立てては、あ、なるほど、みんな今こういうふうに思ってるのかっていうふうにして聞いて、はい、そうするとこう悩みは集まりますよね。ああ、なるほどですね。誰かが怒ってることはチャンスなんですよね。はい、怒りってすごいそのお金を使ってでも解決したいぐらい強烈なパワーが持ってるんで、はい、誰かがこう怒ってたらおチャンスだとか思うんですよね、いつも怒ってる人見ると。なるほどですね。でもそれの時にこのビジネスアイデアが生まれるかどうか、解決策が生まれるかっていうのは、はい、それまでにこうどれだけの情報をインプットしてるかってことなんですよね。はい、ちょっと待って、犬が吠えてるんで。あ、全然大丈夫ですよちょっと待ってくださいね。